ちなみに加湿の、加湿じゃないわ、あの空気清浄機の日だったらしいよ。空気清浄機の日なんだ。空気清浄の日。公式はツイートしてた。あ、リツイートしてたね。あ、そう、見た。なんか新しく、すごいなんか画期的なね、やつ発明してたんだよ、シャープさん。魔法使いに近づいたぞ、とか言ってた。すげえ。プシャープさん魔法使いになれるって思ってたからね、ニコも。うん。信じてますからね。ねえ。そう、電源なしでね。なんかね、なんだろう、なんかギターとか音楽系の人とか、楽器のやつなのかな、よくわからんけど。すげえよね。これは発達したら、もう、いつかはやっぱり、水がなくても空気清浄機とともに加湿ができる空気清浄機プラス加湿器ができるはず、これは。確信したの。あ、教室内だ。そう。湿度を調節するんだって。保つみたいな。そのうちでそう、もう出るね。なんなんも作ってると思うよ、逆に。革命だわな。ニュースになってたもん。